九州は一つ。手作りの葉っぱで表現するアートリーフを自ら考案し、宮崎のさまざまな空間をデザインする岡美智子。匠の蔵。手作りと生の葉っぱの違いを尋ねた。自然のいろんな葉っぱにこうして囲まれているわけですけれども、岡さんはご自身の手で葉っぱを生み出されるんですよね。自然の葉っぱってもすごく綺麗で、本当にいいグリーンでもいろんな色があるんですけれども、自分の作った色の世界を葉っぱで表現できるっていうのがやっぱり一番の魅力です。海辺のホテルの空間を岡がデザイン。訪ねてみた。わー素敵、はあ、なんて華やかな。ありがとうございます。テーマは、はい、希望っていうのにしました。海に向かってのこう明日への思いを葉っぱに託してみました。岡の思いが形となって現れた。自然にはない色なんですけれども、なんとなくこの雰囲気の中に、このホテルの雰囲気の中に溶け込んでいるような、そういう葉っぱの色を選んでこちらに行けました。 あくまでも脇役。ホテルではお客様が主役で、葉っぱはお迎えする本当に脇役で、なるほど、もう本当にゆっくりお過ごしくださいという気持ちをここに表現したいと思ってました、じゃあこういった空間では私たちがこう主役になって葉っぱとともに、存在できるっていう感じでしょうか、皆さんがこう明るい気持ちになっていただけるように、そういうのをいつも心がけたいと思います。どうして葉っぱなんですか、花じゃなくて葉っぱなんですかっていうことを私何度も岡さんに聞いてしまいました。その度にどうしてかしら、わからないけど好きなのよというお答えが返ってきます。どうしてかわからないけど好き、それはきっと恋なんですね。人との関係においても、これだからこれだからっていう理由がわかるうちはただの好きなんだけれど、どうしてかわからないけど好きっていうのが恋だと思います。葉っぱに恋する人、岡美智子さんと素晴らしい時間をご一緒できました。歌人俵万智でした。